電験算数理論平成22年問題7について解いてみます。この回路で消費される送電力 PW を求めようという問題です。この問題、多くの参考書では、この真ん中に流れている電流、これは 0A と説明しています。で、その説明が平行だからという単純な理由で説明して終わってしまっています。この部分、なぜ電流 0A なのか、今日はそこを詳しく説明していこうと思います。まずは、この部分とこの部分には、 位相0 100V 度で100の起電力がかかっていますなので、この部分は、このような電源がくっついているものと考えましょう。まず、一つの考え方として、一番簡単な考え方を説明します。こちら、位相0度0度で、同じ位相です。で100、100V、100V。だったら、これもう単純に足し算できます。これ全体で100足す100で 200V。位相は0度と。このような起電力がかかっているものと考えましょう。ここを 0V としたら、 ならば、こう線通っていって、この部分、0ボルトですね。ここは、ここより200ボルト高いです。だから、200ボルト。ってことは、ここをずっと通っていって、ここ200ボルトですね。ってことは、ここからここまでで、200ボルト、電圧がかかっている。ここのインピーダンス、抵抗4オーム、コイル3オーム、そして、こちらも、抵抗4オーム、コイル3オーム、同じインピーダンスかかっているわけですから、ってことは、 ここにかかってる電圧、200V の半分で 100V。ところで、こちらの、ここの電圧、ここ 100V なわけですから、こちら 100V、100V で同じ電圧です。だったら電流流れませんよね。というわけで、ここは 0A。こんな風に単純に考えることができます。ところで、ちょっと注意してほしいのが、ここ、抵抗 4Ω、コイル 3Ω、こっち 4Ω、3Ω。ここも 4Ω、3Ω。この部分、これのインピーダンスって、 こっちのインピーダンスと同じですよね。でも、ここを流れる電流0アンペアっていうのは、ここのインピーダンスがどうとか全然関係ありません。ここが何オームであろうが、ここ0アンペアです。ここがなぜ 100V になるかっていうのは、あくまでも、ここのインピーダンスとここのインピーダンスが同じだから 100V になっています。では、もう一つ別の考え方を説明します。この経路で電流 i1 ドットアンペアが流れているものとします。 計算式で考えていきます。i1 ドットイコール、インピーダンス分の電圧、ボルトです。インピーダンスは、この経路においては、抵抗4オーム4オームなので4、4たす4で8。コイル3オーム3オームですので3、3たす3で6。つまり、J6。電圧は100ボルト。あえて複素数の表示で表すならば、位相0度ですので、プラス J0。これちょっと注意してほしいのが、 この j0 の0というのは、一層0の0をここに持ってきたわけではありません。そこをちょっと注意してください。ちょっと簡単に復習しておきましょう。例えば、100角シータという、この電圧をベクトルで表すならば、このようにベクトルを書いて、この長さが100であると。この角シータというのは、ここの角度がシータ。この点における、x 座標を x としましょう。この点における y 座標を y としましょう。 なので、これを複素数で表すならば、x プラス j、y です。これ、見ての通り、この角 θ の θ がここに来てるわけじゃないですよね。この j の隣にくっついてる y というのは、あくまでこの先っぽの y 座標、つまり、虚部の数字ですよね。なので、注意してください。この0は、位相0の0度だから0と書いてるわけではありません。あくまで、虚部のところが0だから0と書いてあります。では、これを計算していきます。 J0 は0かけてるんで、もうないもんと同じなんで、消してしまいます。100と8と6を2で約分。そうすると、こうなります。こちらに書き直します。この分母を有利化します。4プラス J3 とありますので、4マイナスの J3 をかけます。で、分子側にも同様に4マイナス J3 をかけます。これ分母計算すると、16たす9。で、50括弧、4マイナス J3。これって25ですよね。 50と2十を約分して2と、あとは 2×4 で8、2×−J3 で J6 となります。この i1 ドットの電流は 8−J6 と表すことができます。では次に、このような経路で電流が流れているものとします。この電流を i2 ドットとします。これを式で表していこうと思います。インピーダンスは4オーム、4オームで実部が8。 コイル3オーム、3オームで6、J6 と表されます。電圧は 100V で位相0度。なので、100と。まあ、あえて正確に表すならば J0 です。でも J0 って0だからもういらないです。消してしまいます。出ました。I2 は8マイナス J6 です。ここは8マイナス J6 の電流が流れています。ということは、この回路において、 両方とも8マイナス J6、8マイナス J6 の電流が流れています。ただし、向きが逆向きですので、ここでは打ち消し合って0アンペアとなります。ということは、もうここの回路はですね、もうないものと同じと考えてしまいます。なので、消してしまいます。では、この状態で考えていきましょう。ここ全体で100たす100で200ボルトで位相が0度。ここのインピーダンス計算します。Z ドットと表します。 実部は4オーム4オームで8オーム。虚部は3オーム3オームで J6 と。この合成インピーダンスの大きさ、絶対値を求めてしまいます。そうすると、ルート、この実部の2乗、82乗、プラス虚部、6の2乗、10ですね。こう全体で10オームということになります。今、複素数で計算しましたが、三角形を使って表しても別に構いません。これ実部で抵抗8オーム。 部オオオム3オムで6オム。でこのようにして、ここ6オームと考え、ここ直角三角形。ここの値は、ルート8二乗プラス6二乗。結局先と同じで、10になりますね。このようなインピーダンス三角形を使って求めても全然構いません。では、ここを流れる電流、i を求めます。i イコール、インピーダンス10オーム。電圧は200ボルト。これ約分して、20アンペア。 今求めたい値は総電力 PW です。W ですから有効電力です。W を求めるときの公式は Ri2 乗。電流流れている抵抗は r イコール4オームと r イコール4オーム。つまり8オームですね。だから8かける。流れてる電流は20。なので i のところに20入れる。そして2乗。これ計算します。出ました。総電力 PW というのは3 2 0 0 ワットということになります。以上で解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。